美濃は終わりですね、蘭丸。光秀様、織田に寝返るのですか？まさか。されど姫君は。お言葉どおり、うつけならばこの刀で打ちます。ですが、信長が私を見せるほどの男なら、この刀にはそれを見抜けぬ父上の血吸わせましょう。姫君はあのお方の虜となりました。信長公はさほどに強いだけでしょうか。あの方なら天下を取れる。私はそんな気すらするのです。ならば戦いなさい、蘭丸。戦って力をあのお方に知らしめなさい。こちらから門を開けぬ限り敵は何もできん。城外の部隊が近寄る敵を倒しておけばよい。奴らもすぐに諦める。遅れを取ってはいけません。遅れを取ってはいけません。向かってったね。織田ごときに城門は破れぬわ、愚か者め。木材を我らから奪おうというのか。ずうずうしい奴らめ、つけ勝手させるな。盗人どもを追い払え。遅れを取ってはいけません。木材がほとんどなくなっていますね。信長公の狙いは何でしょうか。よしこそ天下に名高き強者であろう。Ha!
秀吉立てて喜びまい。さあ糸をおったまげてて出てこまい。キッキッ。おみやさんたちには千年とってもできやで。信長公は天下を取ると言いましたね、蘭丸。私も同感です。おみや、攻撃開始だ。美濃は信長公が手に入れるでしょう。あの方に私の力をお見せする時が来たようですね。我らもこの機に乗ずるのだ。一つお手柔らかに頼むわ。あなたの方法とすれば当然でしょう。殺し合いはつかんでな。また会おうや。はい。遅れは取らぬぞ。続け。一夜城を奪い取る者がおるか。ここで殺すには惜しい男よ。彼は私の知る者。連れてまいりましょう。最高に使えるもう死よ。我らは織田へ下る。城を奪え。誰だ。アンデを撃て。おばあせるな。敵将撃ち取りました。遅れを取ってはいけません。されているだと？バカな。Oh!
遅れを取ってはいけません。お主こそ天下に名高き川村であろう。やっほっ。逃げた方がいいんじゃない？斎藤はつまらないでしょ。でもあの人なら。私もそう思います。ですから力を示した。そう、その考え熱くて素敵ならもっと見せなさい、あなたの力のすべてを。敵将討ち取りました。あなたみたいな人嫌いじゃないわ。我らも遅れは取らぬぞ。見事な手際でしたね、ダンマル。当然でしょう。ダンマル、消えるがよい。
ウヌごときに何ができるか。道は自らの手で切り開いてみせる。